3 2 1さあ、馬娘ですね。今回第3話。うん。あやべから。ああ、前回のレースの振り返りかなあやべ視点で。うーん、いけたからね。え今のは今のドクンって何え心臓大丈夫 もうすぐ俺怪我の心配しちゃうんだよな。いや、勝ったじゃん、勝ったじゃんそこはおめでとうなんだけど、今のは何よで、このあしんミな感じがまたね。うーん。ああー妹あ妹あうん。ええー。 何それ忘れるくらい。ええー、まあそういうふうに思い込んじゃっててのはあれだろうね。自分が作った残像だよな、今のは。決してあの子がいるわけじゃなく、夢で。うん。やばい。 <laughs> やばい。あやべがやばい。ああ、あの一瞬ね。いやーええー、けど、絶対さ、こうやって頑張ってさ、夢中になってくれてる方が、あの妹ちゃんも嬉しいんじゃないかなー。ええー、まさかのまた、あやべスタートなんだけど。もう、 前回のね、G1、日本ダービー取ったから、あ、この子はこれでもうお話的には終わりかな、みたいな。で、前回成田トップロード負けちゃってるし、まあ、あの子が、ま、気持ち的にちょっと落ち込んでて、まあ、そこら辺が立ち直っていくようなね、お話に今回なるのかなって思ったんだけど、またあれなんだ。まあ、確かに、その妹ちゃんの部分な、まだあったもんな。 だそこら辺になんか、まあ折り合いなのか、踏ん切りなのか、まあ見つめ直すと言ったりいいのか分かんないけど、そういうのがこの後待ってるんだね。いや、一瞬俺最初のドクンは怪我なのかと思って心配しちゃったけど、まあ、こっちはこっちでまたあれだね。<laughs> うーんって感じだね。いや、けこういうのをさ、 また見させられると、今週も、ますますさ、このあやべしか押せなくなっちゃうんだけど。もう先週もお話見て、あやべ大好きになっちゃったけどさ、今回もか。うん。ライスとウララ海だね。あみんないる。あーけど、うん。オペラ王もなんか、やっぱ元気じゃなさそうだね。うーん。 心ここにあらずって感じ。いやー、それ悔しいよなー。めっちゃ頑張ってあれだもんね。負けちゃったんだもんね。うん。うらら。あーもうついたんだねあ。よくあるよね、こういうの。うん。優しい。 いや、二人とも可愛い。<laughs> うん。いやー、表には出さないんだ。あー、そういうとこがまた心配なんじゃないトレーナーさんは。わー、遊ばないの。こういう場所にまで来て。うーん。 いやー今は練習より気分転換なんじゃないの平気怪我とかしないでね、マジで。ああ、力んでる。うん。うん。いやーけど言われてできるかなああ、ダメ。いやーだから今トレーニングじゃないよ。必要なのは。 うん。うん。ああ、良くないんだね。タイムのこと言わない。うーん。いや、マジで今回は怪我とかなしでお願いしますね。もうここまで来たら、あと1話なんだし。うん。そこそこ。いや、そう言われてもね、難しい、難しいのかもしれないけどね。 もう、自撮りああ、映えで夕日をね。あ、あやべ。いや、あやべもね、あんな夢見て、G1 撮ったとは思えない、あれだね、雰囲気だね。あ、行っちゃったよ。えええ今のは待っ,待,っ待って、待って、待って。 待って綾部怪我怪我の前兆みたいなの出てんじゃないの今の。ああ、なんとなく分かってきたかも、俺。これ次のあれじゃない、喫箇所。綾部いないんじゃないのああ、そこで成田トップロード優勝して、1位取って、なんか、 どうなんだろうねそうなっちゃったら。うーん。あやび不在のレースになりそう。いやー、こっちもなーもうちょっと肩の力。なんだあ、成田トップロードのなんかあれかなグッズとかかなうん。うん。頑張れかなあ、やっぱトップロード。 ん秘密あーあーああああけど今の、うん。プレッシャーになるか。うーん。いやあいやあやばそうああけど。 ああ、から元気かな。いやーちょっとちょっとどっちも心配だなーいや、けどやっぱ怪我だよね。やっぱ一番は。え走ってんのあれ勘違いかあれ。うん。なんだったんだろう。え、音が重いめちゃくちゃ。 こんな朝なのに。うん。まあそうしたい気持ちはめちゃくちゃわかるんだけどね。うん、いや、こっちも、怪我とかすんなよ、これで。オーバーワークで。 ええ <laughs> すーげーな。砂浜でこれはやばいだろ。いやー、やりすぎなんじゃないのおうん。ライス。タッチ。うん。お面とかつけて。なんかあったのかなイベントとかだね。お祭り的な。うん。ね。 なんかいっぱい買ってる。<laughs> え美味しいのそれ <laughs>。チョコ人参って。うん。うん。<laughs> 不甲斐あったよって初めて聞いた。<laughs> んなんだ、ライス。ああ。この子察したな。 あ,あんまそういう言葉ではなくねうん。ちょっと気持ちリフレッシュしてほしいんだろうね。<laughs> いや、そういうことじゃなくてですね。あなた。<laughs> うん。あ、帰ってこないのか。今12時だったけど。待ってるんだね。遅くまで。 大丈夫あなた。えやめてよ。やっぱそういうことうわマジマジでー。もういい。うん いや、今のだから私ねのあては、あとはなんか違うんじゃないうーん。いや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 、もう間違ってるって <laughs>、もうその時点で <laughs>。いや、君もな、若干間違ってる気がするんだよね。 うーん。なんか強制的にできないかなうーん。うーん。あ、なんかあんのかなああるのあいつらの近く他の二人ってことん マ娘、妖精、なんだなんだろうその下の段かなうん。オペラを。ああ、この子は大丈夫そうかなこの感じは。少しは元気出てきたのかうん。ああ。うん。いやー ちょっとかっこいい。かっこいい。<laughs> かっこいい話してたのに。しまらない。<laughs> そんな。負ける海に飛び込めばいい。<laughs> いや、かわいい。ねえ、ポジティブすぎる。うん。ああ。ああ、で、なんだろう。 何しようとしてるんだいや、こっち、いやあ手やばいぞ、あれ。うん。で、足、足。ああ。ああ、コーチ。うん。え、かわいい。 可愛いいのがいっぱい。うん。いや、ここであれかな。改めて自分の気持ち見つめ直してほしいなって思いがあるんじゃないうん。なんか、ちょっと東海帝王っぽい子がいる。ああ、一周。 いや、ここにもなんか未来のスターとかがいるんじゃないなんなことないかなああ、よかった。なんかあんま楽しそうじゃないとか言われちゃうのかと思った、一瞬。うーん。ギューしたい。<laughs> 俺はギューしたいけど。うーん、しましょう。 えへ、ー、かわいすぎる。<laughs> みんなついてきて。うん。もうお金払ってでも見に来たいわ、こんなイベント。<laughs> やばい人みたいになっちゃうね、これ。<laughs> 実際ね、リアルな女の子たちだったら、まあ。リアルは興味ないんだよな。いやー、これはいいんじゃないよかったんじゃないトレーナーさん。 うん。いや、気分転換だったね、この表情は。うん。ああ、そっちの方。ああう、はあ。いや、けど、いやいや、今もまたあれじゃないうん。 うん、ダメ。うん。うん。いやいやいや、もう大丈夫って。もうん、本当だよ。 うーん。トレーナー。<laughs> ああ、怖い。わかる。そうだよね。ああ、で、どん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 いなくなってっちゃうんじゃないかみたいな。うーん こういう競争とかね、そういうのってある意味人気商売の一面もあるからね、やっぱ怖いよね。どん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 本命じゃなくなってってさ、人気が下がってったら。ううん。うんいやー、ちょっと <laughs>、ドプロ頑張れ <laughs> 頑張ってくれ。けど、頑張れって言葉をまた言ってあげるのも酷だし。うーん。そこね、やめるとは言わない。そうだね、次に向けてある意味。<laughs> うん。うーん。うわあ。 いやー最高か。最高か <laughs>。最高なのか。うーん。うーん。こんなトップロードならね。<laughs> やばい。<laughs> うーん。いや、泣け泣け。泣いとけ。うーん。 いやーごめんなさいだなんて言わないで。<laughs> やべえ。<laughs> やばい。トップロー。トップローをしたくなってくるんだけど、あやべ。あやべが気になる。うん。まあ、少しはスッキリしたかね。おうん。やったぜ。<laughs> やったぜ。こっから変わりそうだな。おうん。発散。 うん。あ、えおー屋台だ。え、これはトプロちゃんのためにってことなのかもしかして。あ、そういうことなのわー。はははは。わー、みんな。うーん いやーこんなの、嬉しすぎるなーうーん、ちょっと泣いてたからなあ。はははは、人参甘いよって。うーん。いやー今ならあれじゃないえへへへへもう、ちょっと、あれ思い出すわ、一昔前の男の人のあの CM を。ああ、やっぱねー。 人参がああいう感じになっちゃうんだね。俺人参得意じゃないから全然惹かれない。<laughs> 焼き人参。焼きとうもろこし的感じか。美味しいんだ。ああ、俺わたあめでいいかな。人参味じゃなければ。うーん。うーん。 うん。前哨戦。もう一レースあんのうん。うん。あー、もういけそうだ。いやこれは勝ってほしいな。うわうわー。あー、いい笑顔。 その笑顔だね。うん、実。出てこないんじゃない出てくるかなあー、で一方。いやー、この子、やばそうだな。うん だこっちのなんか、ぼやーって声が出てるときのあれは、うん。えっえ喫下症まででえー えぇなんなのよ報いみたいないや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 。えぇ、ー、えぇ、ー、ちょっとちょっとちょっと。 いやーそんなの望んでないと思うんだけど。あ、で、前哨戦かなこれは。うん。直線の勝負。うん。いや、頑張れよ。あやべも、トプロも。やっぱこの二人の勝負か。オペラ王はいないんだね。うーん、来てる来てる来てる。やべえ、ちょっと待って、これ。<laughs> どうなのいやー、来るんじゃないえうあ、ーはは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 うーんいやーうわーえ <laughs> あの話の後に負けちゃうの ああ。えへへへへ。やばい。切り替えが。ああ。いや。あーあ、綾部勝ったけどあれだよね、また。もう全然雰囲気が。うーん。ねえ。試合終わってこんなすぐさ。 うん。いやー、この声、届いてるかなうん。<laughs> いやー、ちょっと感動的。<laughs> ちょっと、なんかライスちゃんの時のあれ思い出すな。 やばいやばい。やばいよ、もう。トップロなんか見てないよ。もう自分の中にあるあれだよ。作っちゃってる妹ちゃんを見てるね。へえー。けど、なんかさ、もう一人の、なんか、あやべねの中にいた、あの、妹ちゃんをなんか言おうとしてたよね。そっちが、 本来伝えたいことなんじゃないかな。いや、けどその菊花賞までしか足持たないって。まあ、それもあれか史実的な感じなのかな。アドマイア・ベガっていう馬娘はあれなの菊花賞にて引退になっちゃうの。だとしたらますますちょっと勝ってほしいなっていう気持ちも湧いてきちゃうんだけど。そうなるとトップロードは負けちゃうし、どうしたらいいのもうわかんない、このアニメ。<laughs> これがまたアニメのね、脚本じゃなくて、本当に起こっていることっていうのがドラマチックですよね。あとは残すところ1話なんでね、一体どういう形でお話が終わっていくのか、それをまたね、1週間待ちたいと思います。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだな方はぜひチャンネル登録ね、してあげてください。以上、動画もとつ如お送りしました。バイバイ。